よし皆さんこんにちは。加藤です。今回は加藤ファンクラブに、えー、会員が2人入ってくれた件についてお話ししたいなと思います。<laughs> いや、マジで、ね、あのー、受けました。受けたっていうのは嬉し嬉しかったです。で、あのー、ま優生荘がねやってたことをパグって始めてで。まあ、薬物依存症対策とか対魔合法化とかですね。まあ、今まで僕がやってきたことをあのー、分かってくれてで、わざわざお金を出してまでね。あの応援したいと言ってくれる方がね。2人も出てきたってことはですね。本当に。 ありがたいしもっとね大麻、あのー、に興味のない人たちに大麻合法化の必要性やあとは薬物犯罪化とかをよく分かってない人たちもうダルビッシュの薬物問題でもう死ぬほど分かったじゃないですか本当に薬物依存症に対して正しい知識なんて何も広がってないしあのむしろ、あのー、江戸時代の得た否認的な感じでいじめてやろうみたいな感じになっちゃってるんでもうこれね本当に戦わないとだめだなと思っています。 戦うというのは誰かをこう倒すとかじゃなくてあの正しい知識を広める、あのー、頭のいい、えー、作戦を考えないといけないあいい方法を、ね、考えないといけないなと思っていますでね加藤ファンクラブに入ってくれた方にはですね、あのー、まだ、あ、ん YouTube で語ってないこと、まあ、裏話とかですね、まあ、あとは人生相談そして作品今作ってる作品を、まあ、ちょっと見せていくみたいな感じで、あのーまあ、YouTube の裏側みたいな感じをですね、まあ、見せていきたいなと思っています で、そうだねインスタグラムでやってるんでもし加藤ファンクラブに入って僕の対魔合法化活動とか薬物批判批犯罪化、まあ、そこら辺の応援をしたい方はですね、あのーまあ、ファンクラブに、えー、インスタのアカウントを作ってあのファンクラブに入ってくれたらなと思います、まあ、あとは対魔、あのー、合法化100日後に死ぬ対魔取締法とかですね、まあ、ああいう漫画もですね、まああれいうのでやっぱり利,利益を出す。 ながらやるっていいうのは難しいんですよやっぱりあのボランティアだとなかなか続かないことってあるじゃないですかなんで、まあ、そういったこと,ことに対して、まあ、お金を出してくれる方がいるっていうことなので今2人はね2人もいるっていうことなので、まあ、今後そこういった感じで何か今やってるアクションが大きくなるようにあのいただいあの支援いただいたお金はですね使っていきたいなと思っています、うん、なのであのよくね最近やっぱり日本はダメだとか政治はダメだってまあまあ次はまあ 今に限った話じゃないけどツイッターなんか見てると、まあ、そういう話がよく出るじゃないですかでやっぱり重要なのはあのアクティビストっていうのかな政治家とはまたちょっと違うあの活動家っていうのかなそういう人たちがどうやって社会の中であの世の中を変えていくかとで金銭的にもそうだしいろいろと問題があるわけじゃないですかで今までの活動家でいくと例え,ば例えば共産党とかね あとは議員さんに頼みに行くみたいなあの感じの、えー、スタイルっていうのかながまあ一般的で、まあ、そういったものはすでにあると思うんですけどまたちょっと違う活動のスタイルがあの必要なんじゃないかなと思うんですよ。特に若い子たちですよ、ねまあ、ネットを中心とした人たちに対して日本っていう世の中、ポリティカルな問題政治的な問題ね政治的な問題を変えていくためには多分そういう議員に頼り 懇願し頼みに行くとかあとは日本共産党共産党をディスってるわけじゃないんだけど、まあ、ちょっとねあの違った形の活動も必要なんじゃないかなと思っていますなのでそういうモデルケースになれたらいいなと思うし何か活動家になりたいとかアクティビストになりたいとか現代アートやりたいと思う人がどんどん増えてくれたらあの日本も当然いい国になると思うしやっぱり職業として成り立つっていうことが重要だと思うんで。 あのー、やっぱ趣味でやるとかのレベルだとやっぱできることが限られてくるし、あのー、スケールなんかな,なんていうのかな影響力、世の中,中に対して発言することがクオリティも保てないしあとは活動する活動の,あの影響力も小さくなってくると思うんですよ。なのでやっぱり、あのー、なんていうの大多数がイエスと。ね 言ってるものに対してノーっていうのがいわゆる活動から言えるのが活動家だと思うんで相当ねあの独立していないといけないとそういう状況を作るためにこういうことをやればいいんですよっていうモデルケースになれたらいいなと思ってます、まあ、なんでまあそういうこともう何て言うのかなすでに成功してる人たちはたくさんいると思うんだよ日本にもなんかそういう人たちをもっとねあの勉強してあのとにかくパクってまして頑張っていきたいなと思いますとにかくまあ優勢層がやってたことをね僕はまあパクってこれ始めたんだけど あのいいものはねとにかくパクるという感じでこれからも頑張っていきたいなと思いますはい今回は以上です最後まで聴いていただいてありがとうございました